Hazard 6. HQ, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. This is HQ. We've got the location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. Repeat. Ada Wong is heading south. こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6をやっていきましょう。はい。ということでね、前回はチャプター2をクリアしまして、で、今回はね、中国に乗り込んできたエイダ姉さんでございます。はい。ということでね、もう前回、前々回とね、もうなんか荒れに荒れまくった、ちょっとね、話をしてて、本当申し訳なかったなと思うんですけど、まあなんか今回もね、そういったネタいっぱいあるんだけど、まあ、ちょっと感情を抑えながらね、やっていこうかなと思います。はい。ねえ、いやー、まあ、熱くなっちゃダメだよね、人ってね。いや、まあ、なんだろうな、あの熱さは良くない。なんだろう、なんか、仕事に熱くなるとか、家族と過ごすから熱くなるとか、これなんか、いい意味の熱さと、ね、あんまりよろしくない意味の熱さっていうのがあると思うんですけど、うん。いやー、そういうところをね、もうちょっと考えてやっていかなきゃいけないんじゃないかな、とは思うわけですわ。はい。まあ、ちょっと心落ち着かせるためにまずはね、遊んでいこうかな。あれ？これ遊べなかったっけ？滑れるだけだったかな？ちょっと待ってね。じゃあ見ていきましょう。ほい。ん？あれ？ちょっと待って、今の滑り方ってさ、あれじゃない？ちょっと待って、もう一回。あれ、あ、谷間が美しい。これ。ほら。皆さん気づきました？飛行機乗ったことある人は気づいたと思う。ね、飛行機降りるじゃん。あ、じゃあ飛行機が、なんか沈没じゃない、なんて言ったらいいのかな。ま、不時着かしたときに、なんか、滑り台で降りましょうみたいなやつ あるじゃないですか。あれの滑り方だったね、今ね。手を前に出して。で、降りたらスッと走っていくみたいなさ。へぇー。うい。ちょ、あ、ちょ、ご褒美と思ったけど。ほい。あ、そうそう。ちょっと先の話なんですけど、広島に行くことにしまして、で、その広島になんで行くのって、まあ僕の生まれ故郷ってのもあるんですけど、それは別で、まあちょっとね、いろいろとお世話になったことがある人がいて、で、それもね、もう本当何年前だろうな、もう3、4年前くらいになってくるのかな、にお世話になった経営者の方々がね、ちょっとなんか久々に連絡を取る機会があって、いやーなんかちょっと寂しいから遊びに来てよって言って、いいですよって、まあマンボウも終わってるだろうしと思って、で、まあちょっと3月の中旬くらいかなに行くことにしたんですけど、まあまあ、なんかそうやってね、一回ちょっとね、縁が切れたというべきなのか、まあ関わる機会が減っちゃったというべきなのか、まあ、とあることがきっかけでね、連絡がまあ一切取れなくなった方だったんですけど、まあ社長さんだったんですけど、なんか、ひょんなことで、ちょっと Facebook を通じてつながることができるようになりまして、まあそのおかげで、ちょっと遊びにおいでって食事行こうよっていうね、きっかけになったっていうのは、あれはもうすごい嬉しい話ですよね。だってさ、今僕、もうすぐ30で、新卒くらいの年齢からお世話になった社長さんなんですよね。でさ、新卒なんてさ、なんかさ、こう、例えば営業とか仕掛けに行ってもさ、そんなさ、ああ、わかった。で、かわいいな、頭ポンポンポンみたいな感じの立場じゃないですか、新卒なんて。今思えば、そう、ほんとそんな感じ。なんか、まあ、僕は生きてたんで、何でもできるとかって思い込んでたけど、思い込んでたけどね、まあ、全然何もね、未だにできないっていうね、何のも能力もない自分っていうのをちょっとね、毎日戒めてるところではあるんですけど、まあまあそれはいいとして。で、そんなのをさ、でもさ、いや、君ほどの男はさ、もっとこうならなきゃいけないよ、とか言って、そのさ、ちょっと作戦会議やろうや。作戦会議でさ、ちょっと、広島おいでよ。ね、そういう声をかけてくださる方がいるっていうことが、やっぱりね、すごい嬉しいというか、ここって縁だよねって思うよね。
そういうね、縁を感じることができたっていう、ちょっと最近心温まる話があったんで、ちょっとね、広島に、あぶれ、ちょっと広島に行ってね、私は癒されたいと思います。あれ？ちょっと待って、痛い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 。ああ、なんか赤いのが、なんかガス噴射してるのかみたいな、そんな風に見えたけど、そうでもなかった。OK。いまいちここどこ進んでるんだろう。すごい目まぐるしく動いてるんで、ちょっと皆さん、3D 酔いだけしないようにしてくださいね。はい。ああ、なるほどね。こういう状況じゃなかったら、確かに、こういう露店ってさ、なんか割高なものもあればさ、こうね、金額相応のものもあったりする。ちょっとまあ何とも言えないけど、やっぱりなんかワクワクするよね。あ、こんなの普通のお店じゃ売ってないみたいな。だってロス行ってもさ、普通のお土産屋さんっていっぱいあるんですけど、そうじゃないところで買う、売ってるものもなんかすごいね、やっぱり結構いいというか。うん、あれ、なんかいた？あんまりね、なんかね、一人プレイだと余裕を持って、そのなんて言ったらいいんだろう、スナイパーライフルを使う機会がないから、使えるときに使っとこうっていう感じですよね。ほらほら、出ておいで、出ておいで。ほら、お兄さん何も怖いことしないから。あ、お姉さんだ。お姉さんちょっと怖いけど、はい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 。オッケー。うら。ねえ。そうそうそう。あ、あとね、最近ちょっとね、あ、ムカついた話思い出したわ。これどうなのって思うのはあるよね。ちょっとなんかすみません、本当なんかあれだろうね、人生相談というか、もう愚痴ばっかりになってる。皆さん、なんだっけな、こうフリマアプリ、メルカリとかさ、ヤフオクみたいな、まあヤフオクフリマっていうべきかあれなんだけど、あるじゃないですか。あれで売れるものと売れないものみたいなのがあるんですよ。僕それ今回売ろうと思ったのが、まさかそれに該当するっていうのは全然知らなくて売っちゃったっていう背景もあったんですけど、何かっていうと、その普通は、なんか着用した下着とかさ、そのお金とかね、を、なんかめっちゃピカピカに磨いた10円玉を売るとかって、そういうのはまあ基本できないわけですわ。うん。てか、できないというか、できなくなったね。そういうのをやってって、いや、ダメだよねっていう話で、どん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 、そこら辺は制限がかかっていったっていうところがあって、その着用済みのさ、女性の下着とかさ、変態だったらさ、10万円で払ってても買いたいとかっているバカいるじゃん。でも、そんなのやっぱ認められないわけだよね。普通に考えた風俗なんとか法とかなんか知らん、よくわかんないけど、うん、っていうのは あって、で、まあ、それはいいですわ。うん、それはよくって、で、今回何売ろうとか、売ろうと思ったかっていうと、ちょっとね、知り合いからもらったマッサージ機を売ろうと思ったんですよね。ところが、マッサージ機って、そのメルカリで最初売り出そうと思ったんですけど、出した瞬間に、あなたのその出品を削除しましたって言われて、え、なんでって思って、そしたら、そのなんか家庭じゃない、管理用医療機器、管理なんとか医療機器っていう、まあ、とりあえず医療機器扱いのものっていうのは、販売許可がないと売れないそうなんですね。で、それが、その、売る側っていうのは、僕ですよね。僕、ブルーホースだけじゃなくて、それを取り扱うことになるメルカリ側でも、その許可っていうのがなかったらダメだ、みたいな、そんな感じだったんですよ。で、残念ながらメルカリにはそれがなかったんで、まあ、ちょっと削除せざるを得ないということだったんですね。まあ、これをまあ、しゃあないと、そういう法律かなんか決まってるんだったら、もうそれは従わざるを得ないと。ただ、一個、はって思ったのが、なんか、他で、なんか、じゃあ、同じようなマッサージ機売ってる人っていないのかな、本当に削除されてるのかなっていうのを見たら、全然削除されてないんですよね。なんか、うん百アイテムくらい出てきて、なんでやねんと思って、その僕の売ろうと思ってたアテックスっていう会社のところのものなんですけど、それはダメだったんですよ。アテックス確かに調べても全然出てこないかったんですよ。で、EMS っていうなんかマッサージ機を見てみたら、それボコボコ売ってるんですよね。で、見てみると EMS もその医療機器扱いになってるものとかあったりするんですよ。はってなって、なんでこれ OK で俺のはアウトなんみたいなこと聞いたら、なんか順次削除してってますとかって書いてるんですけど、でも売り出し始めたその日っていうのが、どう考えてももうなんか1年前からこれ出品してるじゃんみたいなものとかもたくさんあるんですよね。ってなったら完全に、ね、狙い撃ちしてきてんじゃんと思って、なんなんて思ったよね。めっちゃ全然もう管理ずさんだな、こうメルカリって思って。まあ別に普通メルカリ使ってるから、他で売れ、まあ最近あんま物売れてないけど、
着なくなった服とか、ね、本と読まなくなった本とか、家庭のリサイクルみたいな感じで売ってるからいいんだけどさ、他でやってるから。でもさすがにひどいなって思ったね。だからだってさ、 OK なものとさ OK じゃないものの線引きがガバガバなわけじゃん。で今回さ、こっちは損失感食らってさって思って、もうその時点でうんかってなって、じゃあもうええわ、これはもう抜かれて売れんって分かったからもうええわって思って、そしたら今度セカンドストリートって皆さんご存知ですか ね、セカストって呼んでんのかな、うん、っていうところ行って、まあ、ちょっと売ろうと思って、はい、出た。もうバイオシックスで、あれよ、シモンズの次くらいにしつこい男、あ、シモンズとウスタラクの次にしつこい男かな、まあ、もしかしたら女の子なのかもしれないけど、もうピュアすぎたメンヘラの女の子なのかもしれないけど、まあそれはどうでもいいや、それはどうでもよくて、うん、ねえ。でさ、セカスト売ったわけですわ。嫁さんとね、娘を連れて。で、まあ、その帰りにコンビニに寄って、ちょっとお昼ご飯でも買おうかみたいな話をしてたね。でも、元々のそのアテックスのその製品自体が、多分1万5000円くらいのものになったんですよ。で、それも、まあ、ちょっと、型は古いもの、2、3年前のもので、で、ただ、1万5000円くらいの、しかも未開封品、箱をポンって渡されたんですよ。未開封。使ってないからあげるわって言ってもらったやつなんですけど、まあ、それはいいとして、で、行ったんですよね。で、じゃあお預かりしますって言って、で、なんか紙にこのくらいの時間かかりますって言って、2、30分って書かれた紙を渡されて、で、その個人情報を書いて、っていうのをやったんですよね。うん。そしたら、まあ、ちょっとしばらく、そのセカスト自体を初めて行ったんで、どんなものかなーと思って、ちょっと楽しみだなーと思って、いろいろと、まあ、見て回ってたんですよね。そしたら、こんなものがこんな金額で売ってんだ。まあ、確かにちょっとでも見た目ボロっちいなっていうのもあったんですよね。なんか、他のコーチのブランドが好きで、コーチの財布とか、まあ、女物しかなかったけど、ほとんどが。うん、まあ、確かにボロいとはいえ、これ1600円だったらアウトレットで買うよりはるかに安いなと。まあまあ、確かにアウトレットとはいえ、未使用品と、まあ、使用品だったらこんな差つくかみたいな、そんな価格だったりとかしたんですよね。まあそんなもあったりとか、まあ、それはいいですわ。うん。で、なんかしばらく時間経ってて、では37番っていう番号札をもらったんですよね。で、37番っていう番号札をもらって、で、なんかアナウンスが流れるんですよ。何番の方、査定が終了したので来てくださいみたいな感じでアナウンスが流れるんですけど、まあ最初なんか、番号33番の方、買取カウンターまでお越しくださいとか言って、ああ、ちょっとずつ、時間減ってってるなーって思って、で、ああ、減ってってるな、順番迫ってきてるなーって思って、で、そっから、34番、35番って呼ばれて、で、呼んでるけど来ない人とかもいるわけなんですよね。うん。だからなんか9番と13番ずっと呼ばれとったね。9番と13番なんか全然いないなと思って、うん。結果的に、僕が、最後、店を出るまで9番は呼ばれ続けとった。9番全然来ねえなと思って。まあ、それはいいですわ、と。で、37番もらって、で、30分くらい経ってそろそろかなと思ってたら、38番お越しください、みたいなこと言われて、あ、なるほどなと。まあ、未開封品やし、ちょっと、査定に時間がかかってるのかもしれんと。で、これ以上ちょっと娘を お店の中で残しとくもかわいそうやし、コンビニ先行って、で、買い物済まして、嫁と娘ちゃん、まあまあ家から歩いて行けるところの距離のセカストだったんでね、帰らせようと思って、うん、で、じゃあもう先帰ってていいよ、俺後で取りに来るからって言ってコンビニ一緒に行きました。で、コンビニで、まあ、ちょっとご飯とか買って、で、帰りました。嫁さんと娘帰らせました。で、僕また戻りました。そしたらね、なんか42番とかが呼ばれてたのかな？店帰った頃には。で、43番、44番って、あれ？まだ時間かかってんなって。で、まだ来てない人がいたら、繰り返し、さっき言ったように9番とか13番の方々みたいな感じで、お呼ばれするわけなんですよね。でも、その9番、13番の方しか言わないから、あれ、まだ37番呼ばれてないんだなって、そんなに時間かかるのかなと思って、まあ、ぼーっと待ってたんですよ。そしたら、なんか46番、47番くらいまで行き始めたときに、そこ、僕、まだそこからさらに30分くらい残ってたんですよ。おかしいなと思って。で、ちょっと並んで、37番ってもう呼ばれましたかねって言って、少々お待ちくださいって言って、なんかもう、もう目まで隠れるような長い、その前髪をしたね、チャラい兄ちゃん、気弱なチャラい兄ちゃんって。チャラかった気弱なのかちょっとよくわかんないけど、っていう兄ちゃんがいてですよ。で、で、物持ってきて、で、物持ってきたまでは OK ですわ。あれ、物持ってきて、これどういうことだろうと思ってたんですけど、
まあ、それはいいわと。で、そしたら、なんか、ボソボソっと、すいません、こちらお取り扱いすることができない商品でした、っていうこと言われて、はぁ、と。うん。いや、それはいいと。で、あのねって、あなたが、受付もその人だったんですよ。ちょっと待って。え、これ一撃必殺？あ、一撃必殺なんや。へぇー。マジか。あら、ごめんなさい。やっちゃった。That wasn't very nice. You shouldn't take things that don't belong to you. 悪い子ねっていうそのなだめ方がもうエロいよね。もういいや。うん。で、まあそれはいいと。うん。じゃあその取り扱うことができるか査定が扱えない商品を持ってったのはまあこっちが悪いと、あのセカストでも使えないんですねと、うん、取り扱うことができないんですね、まあ、それが分かったら別にいいわと。じゃあそんなもん査定って箱見ればさ、あ、管理用医療機器だって書いてあった時点で、あ、うちじゃ取り扱えないなってことがさ 1,2 分で分かるわけじゃないですか。で、あの、なんでそんな時間かかったんですかっていうことを聞いたら、査定が、終わったというか、使えないっていうことが分かった時点で、ちょっと、アナウンスに番号を入れるの忘れてましたって、はぁみたいな。ふざけんなよと思って、なんなんそれって思って。で、こっちは、まあ、何時とかって言ったらあれだから、まあ、トータルで言うと、80分待たされてるわけなんですよ。うん。まあ、その間10分15分くらいコンビニ行って帰ってきてで抜けてるんで、結局1時間くらいお店に滞在してたってことなんですね。さっさと確認すればよかったじゃんとかって思われるけど、そんなもん、まあ、ブックオフとか古本市場に本とかゲーム持ってって査定するとかだったら、まあ、やったことがあるんですけど、そのセカストみたいなところって本当に初めて行ったんで、中古品販売屋っていうのが、どのくらいその査定がかかるかとかっていう相場がわかんないから、すごい時間かかってるのかなと思って、その取り扱い機器によってはよ。歴史は繰り返される。うん。っていうことだったんで、で、結果取り扱うことができませんでしたっていうね、結論をもらうのに結局80分かかって、しかも0円ですよ、儲けが。いや、払った、マジで。もうこれは、奥からなんかその上司なのか先輩なのかちょっとよくわかんない、また見た目が全く一緒なんよね。お前らどう区別つけたらいいんだみたいな見た目のやつらだったんだけど、もう仕方ないと。もうお前らに言っても無駄だろうなと思ったんで、そのままじゃあいいですって、もう1時間半よっつって、まあ60分ってちょっと抑え気味に言ってあげたんだけど、60分無駄にしたんだ。やば。で、もうそこからもう何も言わずに無駄待ち、スーッと戻ってきたので、まあ、そこまでは OK と。で、もうこれはもう本部にクレーム入れようと思って、今、ちょっと本部クレームの準備をしているところなんですけどね。まあ、それは、いいですわ。で、その後に、まあ、結局、エコリングっていうね、姫路に本社がある会社なんですけど、中古品販売の、っていうところに問い合わせてみたら、取り扱うことができるっぽい管理用医療機器。まあ、さすがにそのマッサージ機とか、なんだっけ、血圧計とか、そこら辺まで取り扱うことっていうのは残念ながらできないですけど、まあ、普通のマッサージ機器とかだったら、全然問題ないよっていう、まあ、ホームページの記載があったんで、しかもこれめちゃくちゃ楽だよね。LINE 査定って言って、LINE で写真撮って、で、いつのものなのかとかっていうのを、入れたら、普通に、査定してくれるっていうのがあって、そこに、取り扱いやったら、これがね、結構ショックで、まあ、早かったんです。びっくりするぐらい早くて、1時間くらいで、その LINE だからさ、タイムリーじゃないし、リアル店舗で働いてる人たちのこととかも含めたら、まあ、それは難しいかなとかと思ったんですけど、1時間くらいで査定が終わって帰ってきたんですよね、LINE が。そしたら、残念ながら300円から800円の間ですって書かれてて、マジかよってなって。で、一応エコリング近所ないかなと思って調べてみたら、一応車で20分くらいのところがあったんですよ。でもそれってガソリン代と駐車場代考えたら、300円だったら完全なら赤字だから、もうこれ売らずに自分たちで使った方がいいんじゃねえかっていう結論に至ったっていう、もうね、すべてが残念でしかなかったっていう話だったんですよね。もう本当に、はあ、そんな感じですわ。ということでね、ちょっとね、なんだったっけ、このチェーンソー野郎、そいつも一旦ね、まあ実はまたこの後ネタバラシすると再戦することになるんですけど、一旦ちょっと区切りのいいところで2回も死んでちょっと落ち込んでるんで、この辺りでね、一旦終わりにしたいと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。